アダプテーションは2002年制作のアメリカ映画、マルコビッチの穴の監督、脚本家が再び組んだコメディ映画。マルコビッチの穴で高い評価を得た、脚本家のチャーリー・カウフマンは、次の作品として、スーザン・オーリアンのランに見せられた男を驚くべき、ランコレクターの世界の脚色に取り掛かっていた。しかし、の少ないストーリーのために執筆には行き詰まり、 好意を持っている女性には振られてしまい、双子の兄弟ドナルドは執筆の邪魔ばかりしてきた挙句、自分も脚本家になると言い出す。チャーリーは部屋にこもって執筆をしながら行き詰まると、知り合いの女性たちを思い浮かべてマスターベーションばかりしている。エージェントやクライアントからの旅重なる催促の末、彼はようやく原作者のスーザンに会いにニューヨークに行くことを決意する。なお、 共同脚本としてクレジットされ、映画にも登場する双子の弟、ドナルド・カウフマンは、実際には存在しない、架空の人物である。第75回アカデミー賞の助演団優勝を、クリス・クーパーが受賞。第53回ベルリン国際映画祭の、審査員グランプリを受賞作品。ありがとうございます。